アイスです、先日ですねこちら購入しました、モンブランのインクになります。色はミッドナイトブルーです。では早速なんですけど開封していきたいと思います。はい、取り出しました、モンブランのミッドナイトブルー、60ml 入りのインクです。こちらキャップの縁取りがすごい綺麗で高級感がありますね。こちらが前の方のインクになります。こちらもミッドナイトブルーです。ここのキャップの周りの縁取りのリング部分がなんか高級感を増してます。以前のはすごくシンプルですね。形がちょっと違います。ここの直線部分が新しいのは直線的になってますね。こんな感じでちょっと形が違います。古いタイプの方が、靴には靴っぽくはありますね。新しいのは若干靴っぽさはなくなってきてます。直線的でシャープな感じですね。こちらにミッドナイトブルーとしっかりと描かれてます。前のやつはですね、全く表記がないです、ミッドナイトブルーという表記はないのでちょっとわからなくなりますね。この辺でわかるのかもしれないですけど、どうなんですかね。まだですね、前のものが、インクがまだ残ってるので、新しいのを使うのはもうしばらく先になるかと思います。以上です。